皆さんこんにちは、キスケです。今回は、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、ギャンブルミレイを使っていこうかなと思います。あ、ミレイユですね。ギャンブルミレイユを使っていこうと思います。で、カードバランス調整の後に、まあ、このギャンブルミネアがね、まあ、結構流行るかなとは思ってたんですけど、まあ、いざ蓋を開けてみるとエイトピサロとかラーミアククールとか、まあ、ゼシカとかミッドレンジゼシカとか結構ね遅めのデッキが流行ってるみたいで、見ないんですよねギャンブルミネアが、うん、なのでまあ戦えへんのかなとは思ってたんですけど、まあ、ちょっと今の環境で戦えるかどうかっていうのを、まあ、確かめるべく、まあ、今回はギャンブルにハマったミレイユですね、使っていこうかなと思います。で、新カードが、トゲ坊主だけと、まあ、トゲ坊主で、まあ、アグロは強化されるんじゃないかなとは思ってたんですけど、多分強いと思います。うん、ということでこちらのデッキでランクマッチ回っていくんですけども、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。見せてやる。さあ対戦やっていきましょう。先行引いてお相手ピサロですね、まあ、相手がアグロじゃない限りは多分まあ無難に勝てるんじゃないかなとは思います。セミモグラ、まあ、セミモグラは別に序盤に出してあげなくてもタロットシャッフルと組み合わせて確定でじゃんけんに勝っていくっていう、まあエイトピサロだと確定ではないか、魔力解放あたりがあるんで、まあ、確定ではないんですけど、まあ、すごい高確率で勝利することができるので、まあこれはじゃあ、はい、エンド無駄、全てを無に、トゲボス、ピサロナイト出していく、我が血族。じゃあトゲ坊主で壁張って、この3点はフェイスに入れようかな。うん、テンションアップ、壁張って、これはフェイス、はい、エンド。マグロやって分かったから、ピサロナイト出したのか、それともお相手もアグロピサロで、まあ、カードを出していったのかっていうのがちょっと分かんないけど、ピサロの手先いくわよ。ほい、メラゴースト、悪くないな。テンションアップ、メラゴースト、はい、フェイスで8出してエンドかな。これ普通にタバサを採用したジバピサロっぽいですよね。ジバピサロの可能性が結構高いかなとは思うんですけど。全てを無。さあ3ターン目、まあ、序盤はできるだけ削れるだけ削っといて、まあ、後々ギャンブルで勝てればいいんで、ガンガン回していきましょう。さあ骸骨、破滅への導き、破滅への導き、ギューンと、結構珍しいカードが入ってましたね。うん、どんな効果やったっけどんな効果、死亡させた後自分のデッキからコスト6以上のユニットカードを2枚引く、へえ、結構強いんじゃないですか。じゃあこれでテンション上げようか。はい、さあ、うーん、なるほど、リゼルコ強いんじゃない普通に。はい、うん、インスピレーション、さあ小さな相棒でカード引いていく、はい、暴れよしどり、まあこれはじゃあテンション上げて、まあこれでいっか。 OK、 エンド。まあ、リゼルこのあれは選べないんですけど、まあ、死亡したユニット2枚手札に加えるっていうのもだいぶ強いと思うんで、まあ、これはどっちでも強いと思います。ロトか、
戦う。はい、なるほど、テンションアップ。よし、これはでかいぞ、これは美味しいぞ。ピッキー、じゃあテンション上げてこれリゼルコ行きましょうか。はい、さあどっちになるか楽しみ。できればバフがいいけどね。うん、まあ、どっちも嬉しい。ああ、なるほど、この世とあの世をつなぐ鍵。いいね、メラゴースト2倍回収はめっちゃ強ないこれ。メラゴ2枚回収はだいぶ強いんじゃないかこれ。さあこれ王女救出使ってくれれば相手3コストの動きしかできないんで、だいぶ、まあ、動き的にはあまり強くないような気がするんで。あ、そっちかなるほど。今までありがとう。王女救出をフェイス、ユニットないのか。大丈夫、そんな悠長にしとって。こっちガンガンテンション上げていきますよ。そしたら、はい、つむじがぜ。じゃあテンションスキル開けても大丈夫ですね。開けましょう。さあ運命を切り出すわよ、つむじ。ちょっとピッキー出しちゃうと手札溢れちゃうんでね。はい、キラーグース、いいね。キラーグース、ちょうどいいユニット来ましたよ。はい、テンションアップ。じゃあそうだな、暴れ牛取り。はい、走れる。うん、まあつむじ打っといてもいいんじゃないですか。はい、エンド。はい、切り裂いて。さあガンガンダメージを与えていきますよ。私のターンだ。あれが欲しい、レッサーデーモンをちょっとサーチできるなんじゃらの分かれ道がちょっと欲しいですね。オーレン、それは OK。 ちょっと引きに行くか、頑張ってピサロナイトを出す、出していく。はい、インスピレーションからテンション上げてちょっと引いていこうか。はい、お仕置きが必要ね。ほい、スライム、テンションアップ。ほい、はい、あ、そっちか。なるほど、1コストの応援はちょっとキープしておきたいな。うん、レッサーが引けないですね。レッサーが引けない、まあ、レッサーが引けないんでちょっと頑張るか。はいジャガーメイジジャガーメイジどうする。なんかチートじゃねって思われてそうやけど、チートではないです。はい、うん、タロショで倒してつむじでもリーサルはないですね。はい、これでいきましょう。何にする、普通にギャンブルで勝ちたいねんけど、なんか盤面で勝てそう。バウムが来たらタロットシャッフルで切り返していきます。さあガンガン詰めてますけどいかがかな。ギャンブルにハマったミレイユとかちょっと見たくないですけどね全然見たくないけどさあすごい悩んでんねそんな悩むかね。うわ、すげえ悩むな。この一手重いか。ああ、動いていく。そして、多分ジバーチックでも、まあ、ヘルバウムは入ってるとは思うんで。あ、ホメロス。はい。おやおや、お元気そうで何。お元気そうで何を。この力、はい、取られちゃった。軍隊あり、なるほど。まあしっかりとウォールを固めに張っていったという。
感じでしょうかね。ベビーパンサーどうすっかな。ちょっとねさすがにカード引きに行きたいですね。カード引きに行くか。うん、ベビーパンサーでピッキー、ピッキー、はい。でこれでテンション上げてつむじ風打ちましょう。はい、切り裂いて、打ちます。バカな、この私が破れるなど。はい、バトルロード、レベル上げて、はい、暴れ牛取り。はい、いやー引かねえな、そんなに引かんかね。まあ1枚しか採用してないんで引かなくてもまあ分かるっちゃ分かるけど、これ使いましょう。はい、お願い、力を貸して、力を貸して、これバーバラでいいんじゃない。はい、はい、はい。エンド。この常にジャガーメイジと隣り合わせのねこの感じ、うん、面白いですけどね。さあ8コスト、8コスト、あともう一枚のバトルロードはちょっとレッサーデーモン出した時に使いたいなっていう気はしてるんで、まあ、難しいっちゃ難しいけど、さあ王女救出、ヘルバウムはなさそうかなこれ。さああっと引いちゃったよ。レッサーデーモンが盤面に出るだけで勝ってしまう可能性が出てきましたね。さあ処理、骸骨、この闇への供物、一体ずつしっかりと除去していく。だがもう遅いけど、これユニット出してくれないとタロットシャッフルからゼロコストユニット戻せないんで、ちょっと戻したいのはあるね。オークブリザード、まあじゃあこれは行っちゃいましょうか。パンチパンチして、タロットシャッフル、はい、ゼロコスト戻して、さあレッサーデーモン行きましょう。さあバトルロード、確実に勝つ。確実に勝つ、はい。あ戻す意味なかったのか。戻す意味なかったのか。くっそ、ピッキーいらんかったな。オッケー、対戦ありがとうございました。最後の最後でグだったっていうね。オッケー、無念。さあ対戦やっていきましょう。ここを引いて終えてククールですね。さあ何ククールかによりますよねこれ。まあこれでいきましょう。相手が何ククールかによるんですよね。俺のターンだ。まあ、ラーミアククールとかやったらもうテンションスキル上げまくってじゃんけんで勝ちに行くみたいなね。あ、そんなことはない。ロト、なるほど、そんなことはないと。さあ行くわよ。はい、さあつむじ風でエンド。さあどうする。さあどうする。戦うをフェイスしてテンションアップか。うん、オードラキーやったらちょっとアメラゴーストは打ってたけど、まあそれならいいでしょう。結構遅いタイプだと思います。はい、はい、勇者8発動を、はい、切り開く、タロシャテンションアップ、はい、楽しかった、いいね。
はい、エンド。タロットシャッフル2枚はだいぶ強いんじゃないですか。おお、神言の数珠、果たしてお前に復活する暇はあるかなっていう感じなんですが、キラグス、テンションアップ、引かないで、よし、素晴らしい。これ手札まあ開けるか。うん、はい、小さな相棒、はい、手札パンパンですね。エンド、悪くないんじゃないですか。俺のターンだ。バッククールは回復できちゃうんで、正直ギャンブルでもう押し切っていくしかないかなっていう気はしてるんですよね。さあ、ウィングタイガー、さあ私のターン、ね、はい、ベビーパンサー。さあ、そしたらメラゴー、はい、でまあ1コスト、あ、0コストか、0コストのタロシャ打ってテンションベビーパンでいきましょうか。タロシャ、ごめんね、ごめんね。ちょっと特技カードどっかやって、でベビーパンテンションフェイス、エンド、ガンガン上げてきますよ。レベル2はできればレッサーデーモンと組み合わせて使いたいんで。さあ、ウィングタイガー、1コストで何かできるのか。パースナ、あ、プチプリスト、プチプリはちょっとね、レベル3になるまでに倒さないとこいつ回復できちゃうんですよね。それはちょっと嫌なんで倒したいですね。はい、ウィングタイガー手札に2枚あったの結構強いな、やっぱりだいぶ強い。はい、インスピレーション。さて、そしたら運命の導き、さあ、アンルシア、いいね、アンルシアは強い。そうだな、インスピレーション、はい、お仕置きが必要ね、お仕置きが必要ね。レッサーデーモンサーチしていく。まずつむじ打つか。じゃあ、はい、切り裂いて、まあいいんじゃないですか。はい、はい、ガンガン回していきましょう。さあ、運命を切り開くわ。はい、さあ、分岐点引いていく、これはでかい。はい、お仕置きが必要ね、ガチャガチャに回しましょう。はい、ターン終了、レッサーデーモン確定サーチ。手札がパンパンになっちゃうな。俺のターンだ。レッサーデーモン今6点、6点か、魅力的すぎる。お、ミルドラース、なるほど、取れないですね。まあ、タロシャーツムジがうまいこと入れば取れるかもしれへんけど。さあ、行くわよ、行くわよ。はい、ベビーパン、じゃあレッサーから行きましょう。はい、レッサーデーモン、濃い意味とか入ってないでしょう、多分勝ってほしい。はい、オッケー。さあ、6点ダメージ与えていく。そしたら倒せないんだよな。まあ放置でいいと思うんですけどね、放置でいいとは思うんやけど、どないしようかな。詰めるか。はい、はい、おい、うぅ、負けていく、プチプリスト、貴様貴様プチプリスト、テンションアップ。はい、オッケー、ドーン。おい、さあ、運命を切り開くわよ。はい、はい、エンド。
さあどうかな。まあミルドラースから出てくるのは分かってるんですけど、まあ、これはしゃあない。でスタムーアはちょっとやばくね。まあタロットシャッフルがあるけど、タロシャ残しといてよかった。ミルドラースにつけなくてよかったな。天使の守り結構悠長やな。オルゴデミーラー全然構わないですよ。なんというデスタムーア、いやそうでしょう。ただこれ王女救出打てないんでレッサーデモン残りますね。はい、処理処理、さすがに回していくでしょう。癒しの波動、はい、オッケー。じゃあタロットシャッフルから買っていきましょうか。もうはい、ごめんね。はい、レッサーデーモンテンションアップ、よしはい確定ドーン。さあもう一体、よーし対戦ありがとうございました。やれやれ、俺が負けるなんてな。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はギャンブルミレイユ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、今の環境結構勝ちやすいんじゃないかなとは思ってるんですけど、やっぱり厳しいマッチングがあるのかな。うん、ラーミアククールに対してもテンションガンガン上げていって、まあ、つむじ風とレッサーデーモンで勝っていければ多分いいと思うし、うん、エイトピサロに対しても、まあ、序盤ガンガン詰めて相手に処理を強要させて最終的にレッサーデーモンで勝ちにいったらいいと思うし、まあ、幅広く戦えるんじゃないかなっていう、今の環境デッキに対してはね。うん、まあ、ゼシカはちょっと分かんないです。はい、ということでよろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。